どうもおはようございます。中野敦です。それでは最初の動画を撮りたいと思います。最初は今日のロード6について話したいと思います。今日のロード6は昨日予想した2口で何個一致するかの確認をしたいと思います。毎回言ってるけど、やっぱり抽選日当日になると緊張する。ロード6は、ここ最近購入はしてないねんけど、それでもやっぱり緊張はするかな。自分が予想した数字がどれだけ一致するか。それで緊張する。前回が3つでなんとか当選できてんけど、今回何個一致できるか。今まで連続で当選したことないから、連続で当選したいけど、今までの傾向を見てたら、やっぱり、数字が離れるんよな。だから連続で当選したことは一回もないねんけど、当選したと思ったら次の回は本当に全く一致しないとか、一致しても一個しか一致できないとか、そのパターンがほとんどやから、それで、なかなか2回連続が当選できない。まあ、5口予想しても2回連続当選するっていうのはかなり難しいねんけど、だから、ロトの達人は本当にすごい。90何回連続当選したっていうのはもうありえない。まあ、口数は全然違うけど、15口か。15口購入して、94連勝かやろ。口数は全然違うけど、それでもすごいな。しかも、その90何連続っていうのが初期やもんな。ロト6が週に1回だった時だから、あんまりデータがなかった時、あんまりデータがなかった時に、94連続当選してるから、そのうちの1回は2等当選やもんな。いやー、すごい。口数が15口でも、すごいな。2回連続当選するだけでも難しいのに、94連続やからな。僕は、その、ロトの達人の紹介してる動画、それを見て、宝くじ動画始めてんけど、その達人の予想の仕方を参考にしながら少しアレンジして、それで、今は予想してるけど、やっぱり口数が全然違うから、なかなか達人みたいにはいかんけど、でも、継続したら上位等は狙えるんじゃないかなって思ってます。まあ、まだ5等しか当選してないねんけど、ロト6は。でも、可能性はゼロではないかなって思ってます。それではまた後で動画を撮りたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。